アップデートは七夕アップデートが来ておりまして、具体的に一発でアップデートが来たんだなってことがわかるのが、こちらです。紫色になったんですね。なんか最初青色だったんですよね。そしたら、この酸素が、水色と酸素のレイヤーが分かりづらすぎるっていう フィードバックが来て、ちょっと紫色に近い色合いになりましたね。これ、オレンジ色だった頃の、プレイヤーさん多かったと思うんですけど、これ、断熱パイプなんですね。あと、アップデートで、ある程度のパフォーマンスチューニングがなされました。かなりサクサクです。今日は何をしようかと言いますと、製錬ですね。製錬タービン作ります。製錬場を作ります。で、まず最初のステップとして、ここに製錬場を置く予定。まあ予定をとって立てていきたい。で、汚染酸素の除去とかってあんまりやってないんですけれど、今のこのマップは。まあ、おかげさまで こういう感じです、すごいビジュアルになってしまってるんですね。まず一番最初は、とりあえず汚染除去をする状況を作るっていうのと、全然計画を立ててなかったんですよね。パク増えてますね。どうしようかな。どうしようかなっていう感じです。飼育もそうなんですが。飼育なーっていう。ただ、ほっとくとちょっと重たくなりそうですね。ほら。行き先表示ってやると、この広い海をパクー君が自由に泳ぎ回るので、なんか隔離とか考えてあげないとしんどそうだな、というような感じはしますね。そうですね。これは、こうして、からの、こうかな？本当か？絶対違う。ボイラー室から先に考えようか。こういう風に、真空化して、ここをね。で、液体エアロックを二重にかけて、中をボイラー室にするというような作りにするんですね。これが典型的な例なんですけど。これの作り方を踏襲するとなると、どうしようかなって今悩んでいて。まあ、こんな風な部屋にしておけば、最大サイズの発電所っていう形を取れて、かつ、まあ、チューニングできるタービン部屋？タービン発電部屋？という風にできるわけですな。こういう作りでいこうと決めますか。でしたら、あるね、材料。まあ、この辺は今、ガイドというか、建築計画みたいなレベルなので、ちょっとお休みじゃないんですけど、まあ、他のことを優先してていいよ、というふうにしておきます。そうだなあ。こっちもそうしましょうか。下の段の作業を全部終わらせてからやるっていうふうに、ちょっとオーダーをしておきます。もう一回。まあ、こんな感じ。ハッチ牧場、そうですね。ちょっと、この後のプランを考えているんですね。例えば、ロケットサイロをこの辺にダーンと立てるっていう都合を、ここに鋼鉄製錬があると、とても都合が良い。で、鋼鉄製錬と他にそのハッチ製錬の場所も近くにあると、より都合が良い。で、この辺を、そういう意味で石炭発電系とかも含めた、そういう二酸化炭素系の電力エリアにすると、まあ、まとめて、スリックスターなんかも、まとめて、ここの左翼は、いわゆる第産業エリアみたいに作って、まだ拡張してないこの辺を農業エリア
と、ドレッコなんかを含めた、いわゆる産業系じゃない、有機資源系の農業と牧場エリアっていう風なゾーニングができるなーっていうのを、ちょっと、こう、配信を休みしてたというか、ダイジェスト版を作っていた頃、考えていたんですよね。居住区に本当は上手に並べたかった、設備を移設しましょうか。ありがとうございました。これね、本当に助かりました。で、これの優先度を、そうですね、6の0の未指定にして、ちょっと、ここのハッチ君たちを下の3つに移してから、ここを全部、きれいにクリーンアップします。そうですね、25×4 のテナントとして作り替えます。さて、ハッチ、ん引っ越そうとさせていないのでは？減ってるかな？減ってるかな？あっち、ちゃんと引っ越しを始めてますね。まあ、この辺でちょっとカメラを定点させたかいいのかな？うん。ちゃんと動物解放ポイントの優先度をいじっていたので、一匹一匹、まあ、引っ越させていますね。はい。うん。自動化ワイヤーの方も、なんだかんで、建築始まりましたね。で、1段目できましたね。で、2段目。6で。かつ、任務かな？ 1。まあ、これは後で壊すので、壊すし、そもそも操作しないので。いやー、まあ、一応なんか YouTube にもニコニコ動画にも、ちょっと、これの今までのというか、第1回あたりの、まあ、動画とか上げてみたんですけど、画質悪いと、ほんとなんか見る気失せるなっていうのは自分で分かったので、かといってね、再装したくねえなーっていう。再装じゃなくて、やっぱり完結させてからシーズン2じゃないんですけど、リトライみたいな形にしたいし、じゃあ、テラじゃなくって、バーダンテとか、他の星、特に、そうですね、森バイオームとかだったらどうなるんだろうみたいな、方向のものを見せたいなーって思いましたが、それにしてもみんな仕事熱心だな。来たー。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。つまり、今回、この配信ではブルーブリード使っちゃいけないな、これは。すいません。まず、ちょっと、うん。よいしょ。うん。ちゃんとね、この、このバブルスくんの画面で、準備中です。お待ちくださいっていう絵を作っておいたので。これ、かわいそうなんですけど、ちょっとね、そろそろ、今回だと多分無理なんですけど、この、そろそろ神様のための、ちゃんとした神棚じゃなくて、まあ、お家というか、彼のためのアーバーツリーを植えたいんですよね。アーバーツリーの、どんぐりは、どんぐりがありませんでしたね。うん。次の複製ポットで出てきたら、さすがにそろそろ、ピップ様っていうか、まあ、この人はもう神様なんで、うちの。神様のための、森をね、作ってあげようと思います。そして、おしゃれスーツ着てない、じゃあ、小作人ゴスマ。で、ルビー、レイラ。これ、裏で作業で名前付けたくないんですよね。なんか、な。ちゃんと着てくれるだろうか。みんなが着替えるまでちょっと見てみよう。あれ、全員当たったかな？はい。
うん、なるほどな。調停支援か。あ、これあれか。アトムスーツ着ている上から着替えられたら、ちゃんと着替え終わったか分かんねえのか。うん。あの、全然消毒できないヘドロを一生懸命消毒するエイブくん。あと、スケジュールの切り替わり目で、ここで落としちゃうんですよね、結局ね。まあ、だから、本当は自動掃除機とかと組み合わせがいいんでしょうね。うん。あの、複製人間チェックポイント、全然みんな使ってないので、もっと使えばいいのに、言えばいいのになーって思いますね。で、こうしたら、まだ在庫はいっぱいあるな。はい。で、シフトキーを押しながら、左右に移動させると、こういう感じで、まっすぐ建築指示が飛ばせるので、こういうひどい雑な、建築指示を出します。で、そうですね。こっちは優先度6でいいかな。まだまだ外壁の部分はともかくとして、ここを早く真空化させたい。さて、レディーゴー。うん、こんな感じで、機械式エアロックを自動化ワイヤーグリーンの状態で建築指示出すと、作ったらとりあえずパカッて開くから、通行の邪魔にならないんですね。そうだな。これを忘れていたよ。建築資材を、一旦ここに貯めてもらいましょう。4種類 ?5 種類ぐらい。で、これ、優先度。建設だけ。7。で、脱臭剤への搬入は、手が空いたらだか、にしたいから4。で、こちらできたら、精錬金属で、なんか、まあ、具体的に、ここに使いたい資材を、選択して、優先度を9にして、20トンはさすがにいらないので、1トン単位とかにしておきます。まあ、1000キロですね。というか、これ、金アマルガムで作ってるから、金アマルガムにしておきゃよかったですね。今さら、今さら、多分本当に今さらなんだろうな、きっと。清掃中、優先度9。本当は超持続可能を取ったあの回の後に2時間くらいはやってはいたんですけど、編集しようと思ってカッティング始めてみたら、燃え尽き症候群にかかっていて、ああ、やっと超持続可能が取れたよっていう話をしながら、おもむろに意味もなく、上に、でっかいこの真空の部屋を、はい、真空ですね。これの工法で、とりあえずでっかい真空の、箱を作ってできたって言って、何作ろうかなって言ったら、言って、これは、頭湧いてるなって、いう、なんかそういうシーンしかなかったので、どうしようもなく全カットになりました。なんか見てても全然攻略にもなってないんだもん。おっと。これ、火星岩か。火星岩か。まあいいや、仮組みしてもらいましょう。どんな風な雰囲気になるのかっていうのを見せたいので。で、ついでに、下。下なぁ。まあ床を作らな話にならんので。これね、一直線に横に行きたかったら、シフトキーを押した状態で、こうやると、ちゃんとまっすぐ、一方向にだけ引けることができます。結構覚えとくと便利。まあ、こんな躯体です。優先度、建設の優先度はどうなっているか。なるほど。ってことは、建築班が、やることないなっていうことを言ってたんですわな。すまんの。こっち優先な。床がないと物を置けないからな。おー、みんな一生懸命仕事をしてくれている。うん、精錬場、結構こっから先の
建築はみんな大規模化していくっていうのがちょっとあるんで、なんていうかな、同時進行であれ やらせながらこれやらせてってやるよりは、どっちかっていうとワンテーマに絞って、ただしたまに何を様子を見に行くのかというと、何を様子見するかというと、例えば温度オーバーヒートで事故ってないかとか、まあ病原菌レイヤー、病原菌レイヤーは結構あれかもしれないし、定期的にチェックした方がいいかもしれないですね。ほらなんかこの辺実は腐敗病菌そこそこ待ってはいる。嫌じゃないですか、生活用水に汚染水が食中毒菌がめちゃくちゃあったとかに後で気づくみたいな。10倍速モッドだと、10倍速だとなんかちょっとキモいな。あーで、なんか早すぎて動いて見えないんですね。確かこれ酸素レイヤー、酸素がパイプの中で全然見えない、パイプ断熱パイプの色で見えないっていう話になって、水色から紫色にさらに変わったんですけど、これはこれで水と見えにくく、水が区別しづらくないっていうのはありますよね。だいぶ軽くて本当に良い。そしてここの発電所はみんな金属タイルなんで、中に入るとテンションが上がる。装飾が何より、大抵の居住区よりも装飾値が高めです。涼しいし。このガバを直そう。このガバを直そうっていうのを忘れていた。ここがつなぎ終わったら、ここ解体して、ここにつなぎ直します。あ、ここ見つけた。ここのブリッジいらないや。ここが止まっているのはなんでだろう。なんかミスってる？ミスってはいないのかな？はい。一回 100% までチャージされたから、中身が 50% になるのでお休みさせていますね。別にここまでしなくていいんですけど、自分は500サイクル停電した経験があって、貯められるときは、そのタンクに貯めてから放水するみたいな、スマートバッテリーの液体や気体板の使い方はした方がいいんだなっていう反省があって、まあこうしてます。あれ？誰も、ここの導電線。ミーがやるよって、ミーいたね。ミー、はい。なんでだから料理人が、うちのコロニーでは仕事してるんだ？そんなに料理する、料理人というか、料理するものがないのか？ないのか？ないならいいんだが。大丈夫か？実は食料不足なんじゃないか？ちょっとギリ危ないんじゃないかな、これ。精錬所を作ると同時にちょっと考えなきゃいけないのが、ブリスルブロッサムですね。そろそろ、8級者をイラクションさせたので、それに応じた、農業施設を同時に作っていかないといけないっていうのはあるっちゃあるんです。そして、本当に君たちは建築がしたくてしょうがないんだな。何これ？どんだけ建築要員いるんだか。いや、なんで？なんでそんなに建築したがるの？しかも、ちょっと待って、今の優先度さ、高くないよね。ほら、優先度1じゃん？優先度1の仕事になんでこんな一生懸命頑張ってやってるんだ？まあ、いいや。え、こった。はい。あと、あれだな。地味に、
金属タイル使い切ってますね、金。え、金火山?金火山はね、金火山を見つけるっていうところからスタートしないといけないですね。辛い話だが。この FN キー使、ファンクションキー使ったショートカット覚えなきゃな。こちら、機械式エアロックは、まあこれ機械操作が入ってくるから、優先度設定が入ってるんですけど、関係ないです。さて、この、ヘンテコな方法なんですけど、高速で、まあ今開いてる状態なんで、当然、空気は入ってますね。で、これをエンターキーを押して、オフると、まあ、このようになりますね。まあ、道埋まって、中にあったすべての機体がこっちに全部出ます。だから6キロとかになってますね。で、これを例えば、あ、デモンストレーションのためなんで、一旦ここ、手動エアロックで、デモします。はい。で、手動エアロックができたから、ここが完全に密閉されました。ここからデモします。もう一回、ここをパカッと開くと、まあもちろん開きますね。この時の、酸素レイヤーで見る、酸素レイヤーというか、気体レイヤーで、気体を選択すると、当然のように真空化されています。で、まあ、これで、例えば、液体エアロックとかを使って、中に入れるようにしてから、中を全部解体するっていう風な、手順を取れば、こういう大規模な真空化っていう作業がやりやすくなる。ってな方法です。これは、アホ。